えー、ご相談したいことは養子縁組離縁届は出した方がいいのかという件とお金を返してもらうにはどうしたらいいかですと。 えー、中学3年生の時に親が再婚し、新しい父親ができました。しかし私が大学3年生の頃に、えー、養父が家のお金に手をつけたり、いろいろな人にお金をし借りたり、金融機関に借りたりしていることが分かりました。原因はギャンブルですと。 しかし、小さい子供、かっこ私にとって兄弟がいるということで、別れることはしないように決めたみたいですと。ですが、およおよそ半年後に、再度家のお金に手を出し、2022年の9月に私のお金に手を出したことにより、離婚すると母が宣言しました。私からしたらすぐに出て行ってほ欲しかったんですが、母が同情し、4月まで家に置くことを決めていました。ほう、離婚するか、 田舎はどうでもいいのですが、関係を切りたいと思っている養子縁組、えー、離縁届を出したいのですが、母や祖父母が反対をしており、私の人生を考えたらやめた方がいいと言ってきます。この理由が私にはわからないので、この理由がわかりましたら教えてほしいです。またこの状態だとお金が返ってくるとも思いません。お金を返してもらうにはどうしたらいいでしょうか。長々とすいません。ということで。通話できますじゃあ通話かけていただけたら。ひめちっちん。もしもし。はむちっちん、どうもこんばんは。 こんばんは。お願いします。はい、こちらこそお願いします。<laughs> えっと、ちなみに、今、まず一番最初聞きたいのが、今、じゃあ。二十二歳ぐらいってことですか。はい、はい、大学四年生です。四年生ですね。なるほどね。うん、えっと、養子園離縁利益届を出して。えっ、ー、と。あなたにとって、デメリットになることは、俺は一つも思い浮かばないですね。そう、私も、そう思ってて。てはい。 そのでも証人の欄にあの、うん、書いてもらうのに、はい、あの祖父母に相談あの書いてほしいって言った時に、うん、なんか「あなたのことを思ったら、うん、やっぱそれは賛成できん」って言われてでそのお母さんも、うん、離婚するっては言ってるんですけど、うん、でもなんか全然離婚する様子とかなくて、うん、その性行為とかも普通にやってて。 うん、なんかこのまま離婚せんくってそのお金も初めの段階で200万借金があって、うん、でもその闇金とか町金とかお金借りてて、うん、今もいくらになってるかわからないしうん、うん、早くその離婚するとか自分も縁切ってもらわんと、うん、そのずっと小さい頃から夢やった公務員の仕事をつくことができてうん、うん、それが取り消しになる可能性があるっていうのが分かって。うん ど,どうにかしたいけどどうしていいか分からなくってうんなるほどねえちなみに今家いるんですか今家にいますお母さんに電話かわれますもう親が全員寝てて父親が今もう夜の仕事行っててうん、うん、なるほどねうん え、親父って前科ありますそれは知らないですか前科はないですないはいふーんお袋と親父何歳何歳ですかえっと、うん、自分が十七の頃にお母さんが産んで、うん、お父さんと十一歳差で、うん、すみませんちょっと年齢がわからないです、えっと、お父さんなら年上お父さん お父さんが私と11歳差なのではあ,、はあ、あお父さんの方がじゃあ若いってことそうですほうほほほほ,ほえごめんなさいお母さん何歳ですかえっと40かな1718、うん、の頃に私を産んでたのでーうん <laughs> まあただ借金で 公務員の取り闇金も借りてるっつったはいああその闇金が父親の仕事場の方に連絡しててそのなんかもうこっちにいつ来てもおかしくない状態でけどなんかその祖父母の方もいざとなったら自分らが払ったらいいとか言うけど。 でも祖父母の家も借金完済したばっかりやからお金とかなくて、うん、なんかその払えるお金とか全然ないしなんか私のお金取ったのがえっと大学1年生の時に、うん、その10万ぐらい貸しててで大学その取られたお金は、うん、えっと 合わせて70万ぐらいほい大学生から70万取るクソ親父。じやばいね <laughs> しかもそれが60数万は闇金に返済して残った8万でギャンブルしたとか言っててそれでお金ないのにさらに7万円請求もされてギャンブル中毒っていうのが1回目でも分かってて、うん、お母さんにそのさ やり直すなら「病院連れてって」って言ったんですけど、うん、なんかそんなん嫌って言って、うん、2>, で2回目やった時も、うん、その離婚せんって多かった時に「病院お願いから連れてって」って、うん、子供らが「これ人生壊す」って言ったんですけど、うん、なんかもう一回したら「離婚できるき」みたいなこと言ってていやこれでもご自分でも分かってるっすよね。 えーと、そのサインだけもらったら多分あのお母さんとも絶縁した方がいいっていうのは分かってますよね自分でももちろん。でも分かってて、うん、その絶縁はするんですけど、うん、自分ちっちゃいあの兄弟、うん、その父親違いの子供が、うん、ちっちゃい子が何人もおって何人も何人おる三 ?3 人なんですけど双子と3歳差やから一番お金かかるなんていうかその 小学校行ったり中学校高校ってやったらお金どうしてもかかるような年齢の組み合わせになってるからそのお金的な支援はちょっとその縁は切りたいけどしたいと思ってていやーそれお金支援したら多分どうせギャンブルに流れて終わりでしょうそうですよねけどなんか その縁は親と縁切りたいんですけど、うん、自分がその高校生の時にお金をその足りになかったっていう理由だけで行きたい大学に行けんかったことがあったから、うん、その兄弟にはそんな思いしてほしくなくて、うん、その学費だけでも支援をしたいと思っててちなみに DV はえっと 私にはないんですけど、うん、その弟は何度か殴られてるみたいでその自分5人兄弟で、うん、私と弟が前の父親の子供で、うん、でその私は高校1年生からバイトしてて、うん、ちょっとお金貸したりしてたんですけど、うん、弟バイトとかしてなくて、うん、なんか聞いたら見えんとこで。 ちょっと殴ったりしてるみたいなことは聞きましたあえっとあなたの実の弟が殴られてるってこと <laughs> はいその他の兄弟はそのしつけとかで待っててた,たいたりしたことはあるんですけど、うんうん、理由もなく叩いたことはないと思います <laughs> え弟何歳高校1年生ですう え今さあなたの、はい、例えばバイトからはいえっと例えば今の家計の食費とかなんじゃかんじゃも出してるのもしかしてそれは出してなくて、うん、ちょっと前に出してって言われてたんですけど誰に両親両方から言われててクソかよ でもそのお金取ったっていうのが発覚して言われになりましたうん,うんなるほどねえでお金を取ったっていうのは何どこから取ったのえっと自分バイト先が手渡しなんですよねうんなのでそのお金をタンス貯金っていう言っていいんですかね置いててそのままうん、うん、それであの9月にちょっと旅行に行ってて、うんうん、そのあのすいませんちょっと あの過去に戻すんですけど、うん、初めに3万お金貸してほしいって言われて、うん、でその理由の時に、うん、そのお世話になった人にどうしてもって感じあって、うん、断れずに貸してしまって、うん、その時にあのタンス貯金してるのバレてしまって、うん、どこにお金あるっていうのを見られてしまって、うん、けど今までお金貸してって言って貸してたから取られるって思ってなくて、うん、それで旅行行った時にお金取られてて。 帰ってきてそのタンス貯金のお金取ろうとしたら見つからんくって、うん、聞いたら取ったって言われましたうんなるほどねえちなみに母親は働いてるの母親パート、うん、で働いてるのと祖父母がちょっと飲食店を経営してるので、うん、それの手伝いをしてます、うん、なるほどねなのでその諸福費は飲食店のものがあるのでいらんくってうん,うん,なるほど、ね、うんだとすると 今俺の頭の中で考えてるのは、はい、えっとあなたが大学を卒業するまでまあ卒業え今今4年生だよね今4年生ですってことはあと数か月でってことだよねはい公務員も受かっててあ受かってんのね今はその合格なんですけど、うん、そのちょっと前に自分の家とかバイト先にその、うん 自分特殊な方の公務員あの消防とか警察とかそっち系のあれなのでんか調べる人らが来たらしくてそっち系かなんかすごい調べられてて、うん、その取り消しになる可能性もその一応合格はもらってて、うん、4月から就任することにはなってるんですけど、うん、あもう決まってるんだ一応はい合格通知をもらいましただとするとえっ、ー、とごめんえっ、ー、と LINE でさ LINE の文字で えっと、ど、どういう経かちょっと教えてもらっていいそのコーン。はい、これ配信で言わないから。ああ、なるほどね。はい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 。えっ、ー、と、そしたら、俺が思う今一番、今出せる答えの中では一番ベストなのは、 えっと、はい、あなたが就職決まってからえっ、ー、と自走だね、はい、で,で自走でえっ、ー、と、はい、兄弟全部保護してもらった方がいいかもやっぱりそうですよねその方が多分良くないだってえっ、ー、と今下手すると今あなたが要は盾になってるわけで,でそれでえっ、ー、とこの これだと多分家出るよね多分ね 4,、はい、4月からね出ますでそうなった時に多分環境もっと悪くなるのを多分目に見えてるよね正直ねはいそれ想像してるよねはいしてますそうなった時にちょっとやばくないっていう感じだから、はい、だったら多分えっ、ー、と自走の方がいい気がするで保護っていう形で自分も兄弟ですっていうで えと弟はえっ、ー、とごめんえっ、ー、と実の弟のそのさらに下は3歳ってたっけえっと<歳>年中の双子と二2歳の妹ですうん,うんなるほどねでそっちの方はどうなの DV とかははないと思いますうん o で一応ギャンブルで,で自分もこうやって金も えーとしられててしっていうで飯はまあこういう状況であるはあるけれどもいやーでもちょっと微妙かなちょっと話が変わるんですけど、うんうん、自分その,お母あの田舎に住んでて、うん、そのお母さんが私のこと「居原癖がすごい」ってすごいいいふらしてて。 なんかおばあちゃんも私が不良娘やってすごいいい暮らしてるから地層行ってて信じてもらえますう、ね、んそこに関してはうんーでもその本当に虚言癖とか全然なくて、うん、そのバイト先の人とかも分かってくれてるんですけど、うんうん、なんかその実ちょっとエピソードの一つとしては、うん、その自分 すごい学生でお腹空いてる常にお腹空いてるような時があったからバ、うん、イト先でもらう時にすぐなんか「ありがとうございます」っていっぱいいろいろ食べてて常にお腹空いてますってやってて、うん、でそれしたらなんか勝手に周りがご飯食べてないみたいなことを勘違いしててでも自分ちゃんと「ご飯もらってるんですけどあのお腹空いてて」って言ったんですけど。うんうんうん もうなんか噂が一人歩きしたみたいでお母さんがそれに対して、うん「うちはもうご飯あげるのになんでそんなん言う、うん、もう,うちの娘本当に虚言癖や」みたいなことを言ってて、うん、それはだから家ではご飯食べてるけどあのそれ以外でもお腹が減っちゃうってことだよねそうですねすごいそれでなんかそういうなんか勘違いっていうかそのほんまに虚言癖じゃないのになんかすごい虚言癖になってうん、うん、そのもう,もう すごい不良娘とかも言われてて、うん、周りの調査とかされたときにそのここの家の子は虚言癖あるからとか言われて信用してもらえないのかなとかも思って、うん、いややっぱ自走かなそれが一番いいかな。 実装実装のまま相談したらいいですか、ね、でえー、とワンチャンその自走に連絡する、えー、ときにえと俺もその地域の自走にえー、と、はい、あなたが連絡した後に俺からも連絡することもできるしはいでうーんそうかただどうだろう。 ただただ証拠が足りなさすぎるからうん自創親の許諾がいるから難しい、うん、何も知らん人黙っといて、うん、えっと そのチビも助けたいってことねそうですね、うん、チビもあの全員兄弟助けたいですね多分おふくろは多分おそらく離婚しないじゃんはいでそれは多分分かってるじゃんはい、うん、弟はえっ、ー、とその家を出たい出たいまあできることなら出たいっていう意思はあるんでしょその弟が、うんうん、なんか 意志が全然ない子ではあその全部に対してどうでもいいって考え持ってるような子でそれは昔からそうですねその小さい時とか親が離婚してすぐの時にずっと2人きりでいたんですけど、うん、そのあれしてほしいこれしてほしいっていう願望を自分も親も叶えることがほとんどできなくてうん、うん、そのうち願望をちょっと言わんようになってきて、うん、でも 3年前かな中学生入る前ぐらいにはもう何も言わんなって、うん、もう好きにしたら僕何でもいいよみたいな子になってて何したいって聞いても好き,にして好きにしたらいいよみたいな感じで言ってるので、うん、なるほどね児相が22歳保護するわけねえだろあの頭使って喋れねえやつちょっとコメントしないで黙っててくんないちょっとうるせえからえー、DV は えーと弟に隠れてってことだよねそうですねだからみんなに隠れたところで DV 例えばどんな DV なその、うん、DV 弟,弟が受けてるらしくてうんどんな感じ聞いた話だったら叩かれるみたいな感じででもなんか分からん、うん、そのたかれたりちょっと物を投げられるうん、うん、らしくて けどそれ自分も見てなくてでも弟嘘つくの下手くせやから、うん、絶対嘘ではないけどでも本当に証拠とかもなくてえっとそうするとじゃあもしえっ、ー、と弟がなんか叩かれたりなんかなんじゃかんじゃ例えば嫌なこと言われたりとか、はい、えっと なんか嫌なことされたりとかっていうのをあったら、はい、全部それあなたが聞いてもらってはいでそれを全部なんかえっ、ー、とスマホでもスマホロックかけてるよねかけてますじゃあスマホでも何でもいいから、えー、と何月何日何時頃何々っていうどういうことがあったっていうことを全部メモってもらっていい、はい、でえっ、ー、とそれプラス えっと、今まで例えば、えっ、ー、と、金を取られたりなんだりってあったじゃんか。はい、ありました。その、それを、できる限り、いつ頃だったか、いつ頃いくらだったか、で、金を貸したりもしたことあるって言ったじゃん。はい。それも、いくら、いくらを、いつ頃いくらぐらいっていうのを、全部思い出してもらって、それも全部、えっ、ー、と、はい、書き出しといてもらって、はい。で、 えーと要はそのまあこれ何のためかっていうと自走に要は今現状証拠ないわけじゃんか。そうですね。だから、えー、と少なからずこういうことがあったっていうことを全部事細かに詳細にあればそうすればまあそれが証拠にはならないにせよ、えー、証拠に近いものになるっていう。はい、っていうねことなんでそれを全部まあやってもらって へえいやだから要は保護っていう形になるのに自分が、えー、とこの情報があった方が有利になりそうだなっていう、はい、そういったものを全部、えー、と今までの文書き出してもらって今後の文は、えー、何月何日何時頃弟が何々された自分が何々されたっていうものをちょっと書き出してもらって。はい やってみますうんでちょっと待ってねー、うん、その自分、うん、お父さんから、はい、中学3年生の時から、うん、性被害を受けてたんですけどでもそれって証ことかなくてなんか。 それも書いたほうが,がいいねそれいつまでなんかもうこう大うーんと19歳やから大学1年生ぐらいまでですうんその誰にも言えんくって うん、なんかお母さんに言ったら、うん、こんなそのい<や>なんか浮気をしたい知ってますか？多分なんか自分が怒られるんじゃないかなって思って言えなくて、そっかそっか。でも、うん、なんかおそれがなんかお妹もされるんじゃないかっていう気持ちもあって。うんうん なるほどね、自分もう12ぐらいから触られててうん多分妹たちも触られるんじゃないかとかも思っててうん,なんかそ,そういう面でも本当に引き離したくてうんえちなみにさえっ、ー、と<え> LINE にさえっ、ー、と都道府県書いてもらっていいはいちなみに大学は奨学金 奨学金の給付金なので。あの解散でいいやつです。あ解散でいい、あじゃあ相当優秀なんだね。勉強頑張ったんだね。ありがとうございます。うん、そっかそっか。うん、よ要素の環境で頑張ったね。うん。その学びたい意思があって。うん、そっかそっか。やらいて <laughs> うん。例えばさ、今さ、えっ、ー、と下の子は、下の子の真ん中の、あ、真ん中のじゃない、えっ、ー、と双子の方はさ、保育園行ってんの。行ってます。そこの、えっ、ー、と。 なんか月謝みたいなやつは滞納してないのえっと滞納してなくてうん、うん、あの来年も行けるように書類は提出してましたああほんとでじゃあそこは、うん、じゃあちゃんとやってるんだ、はいうん、で高校の方も弟の高校の方も大丈夫高校も特に何も言われてないので大丈夫と思って今は無料なんだ、はあ すみませんでちょっと分からないんですけど、うん、おきおき借金はまだ全,全然あるってことだよねもう絶対いっぱいあると思っててうん,うん、うん、けどいくら聞いても全然教えてくれないのでどれぐらい隠れてるかっていうのが全然分からなくてうん、うん、でも10月ぐらいに7万貸してって言われてるので12月 ?10 月あ10月、ねうん、はい7万貸してっていうのが来てるので、うん、多分でその時は貸したの 貸してないです。オッケーで、今後、えっ、ー、と、自分の銀行口座って持ってんの口座持ってます。持ってる。えっ、ー、と、<お>今後、えっ、ー、と、えー、今もう口座で管理してるもう全部口座で入れてます。で、そうすれば、あの、今後もし、あの、貸してとかっていう話になった時に、あのー、なんだっけ、えっ、ー、と、出金の記録がつくから、 まあでもまあかわせばいいか残り3か月か4か月かうん,あのうん本当はその全然やってないんですけどうん、うん、銀行で引き出すことできんやつあるじゃないですかはい定期予備ねあ,れあそ,れそれにしてるので渡すことできんっていう嘘はついてるのでうん、うん、あなるほどね、はいはいはい、多分もう言ってこんのやないとは思いますそしたらじゃあえっ、ー、と今からすることねだちょっとまだきついかもしんないけど えっとあなたが学校卒業するして就職が確定するまで、はい、そこまでに証拠集めしといてもらっていい、はい、その都道府県のえっ、ー、と児童相談所にえーうん、9時5時だからさ 自走、はい、って自走ググればすぐ出てくるからそれでとりあえず、えー、と今の感じで、えー、とまずじゃあ状況説明しますで今証拠が現状ありませんで、えー、と自分が4月からこの家を出る形になるんでそれまでの間に証拠集めをしますで証拠集めの一つとして、えー、と何かされたこととかを全部こうやってメモ何月何日何,何時頃、えー、誰から誰に何をされた。 っていうことを全部メモっておこうと思うんですけどそれ以外に何かしておくこと証拠証拠として何か有効になるものって何かありますかっていうことを、はい、えっと聞くでえっ、ー、とその話をした後にえっ、ー、とどんな話その自創とどんな話になったかっていうのをもう一回またそれの話ができたらもう一回来てくんない、はいうん まあ一応もし家庭訪問するとかなんとかっていう話になるんだったら、一応この話は、はい、えっと、私からっていうことは匿名でお願いしますっていうことをきちんと伝える。はい。はい、私からで、私からとは言わないでくださいっていう。はい。うん。匿名でお願いしますっていうことを伝えて、 でえー、とちなみになんだけど、えー、と昔使ってたスマホとかで、はい、なんか自分でなんか、えー、とタブレットでもスマホでも何でもいいんだけど、えー、とタブレットかスマホタブレットかスマホでもう一応1台あるんですけどもう1台ある充電がすごい早くなくなるやつもずっと前なのではい、はい、そうすると,<そ>えと変な話充電器を差しっぱなしにしておけば、はい、えとそれは起動できる。 あできます,できますあなるほどえー、っと家の間取りって何 LDK とか何 K とかどんな間取りえっと戸建、うん、て 2>, に2階でにえっと町営のあれなんですけどうん、うん、下に2つ部屋があってはい、はい、そのリビングと台所がくっついてるやつで,うん、うん、でもう一つが寝室で親と、うん うん、あの下3人が寝ててはい、はい、上が4畳で、うん、自分と弟がそこで寝てて、うん、あうもうつ一部屋で2人いるんだはいあじゃあ今隣に弟いるの,あの今ちょっと隣の部屋に来てるんですけど<ー>隣の部屋に弟います、うんうん、なるほどねあじゃあ一緒の部屋に寝,寝泊まりしてるんやはいうんえ上は4畳1間、ま、2部屋だっけ 4畳の2部屋あって 1>,、うん、1部屋のなぜかその自分と弟とが4畳の1部屋で一緒に暮らし,、うん、してるって言ったらおかしいですけどでもう一つの4畳はもう一つが、うん、その初めはこの部屋で親と下の3人が寝てたんですけど、うん、なんかそのために使えんかったんですけど、うん、最近はその下で寝るようになって使わせてほしいって言ったんですけど、うん、なんかいかんって感じで。 なんか物置みたいにななってますなるほどちなみにすごい嫌なこと聞いていいはいえっと昔こうじゃあ19歳までの時の話ねはいえっとそれは弟が隣に寝てるところでってことえっと、うん、あの、ま、前の家やってああ OK 了解もうそれで OK はいはいえっ、ー、とそ,<の>そっか 弟自分おらん時はお母さんとやってる時とかもあってそういうの弟聞いてるから。了、うん、了解了解。ささっっき、き。でえっ、ー、とそしたら弟が殴られたりするのってどこなんだろう自分の部屋あなたがいない時に部屋で殴られたりするってことらしいんですけど、うん、最近はもうあの、夜勤を始めたので家におることがなくて、うん、なので。うん そのも今はずっと一緒におる状態でうんあんまりおらんってことかそうですねなんかそういうタイミングは多分ないかなってじゃあ、えー、と今は DV みたいなのもあんまりないって感じそうですねもう今は本当に全然なくてちょっと前ぐらいにやったらしいですうんなるほどじゃあ別に仕掛ける必要もないかっていうのはあのもう一個の端末起動しといてあのアルフレッドカメラっていうさ アプリがあって、はいあのー、それペット監視カメラなんだけど元々は、はいあのー、それ起動しておけば、えー、とあなたの普段使ってる端末古い端末どっか部屋に置いといて、はい、で部屋が映るような角度で置いといて充電器さしといて置いといてでやれば、はいあのー、アルフレッドカメラをあなたが外から起動して、はい、もう、あのー、中全部家の中見えるようになるのよね。 そ,そんなカメラあるるるんですか、うん、あるああるそういういアプリがあるのよあのお互いにじゃあ例えば俺の今通話してる端末とあじゃあ今ツイキャスしてる端末と YouTube してる端末両方にアルフレッドカメラ入れてたとしてじゃあツイキャスの端末ここに今セットしたまま、はい、えーと YouTube のカメラもあの端末持って出かけるじゃん。でなんか動体検知っていうのもあってなんかその画面上で何かが動いたりするとそれで通知が来るようになってて。はい ででそれでなんだろうっつってこう開くとじゃあ,あの猫さんがこうそこに来てましたとかねそういうのを知らせてくれるもともとはペットカメラなんだけどっていう、はい、うんでもそれ今最近そういう DV がないんだったらそれがあんまり意味がなさそうだからそうですね、うん、最近もそう、ね、自分も大学がほとんど授業なくなってうん、うん、一緒にいる機会が多くなったのでじゃあそうっすね じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ、とりあえずまとめるのは今じゃあ DV とかも今落ち着いとって、えっ、ー、と、金の無心も落ち着いとるんだったら過去のやつをまとめて、で、自走に電話かけて、で、はい、えっと、保護をお願いしたいんですけどっていう話。で、ただ今まだ証拠がないから証拠を集めますっていうふうに伝える。はい、うん。って感じかな。 でそれで、えっ、ー、と、自相の方とどういう話になったのかをまた、自走と電話したら、また、俺んとこちょっと来てくんないかなって感じ。はい。うん、どうでしょう。すみません、その、うん、あの、養子の離縁とかはもう、うん、今はやらん方がいいですかね。えっと、それはね、ネットで調べたときに、はい、えっと、あいやいや、それは大丈夫だな。 ああそれは大丈夫だ。えっ、ー、と例えばじゃあえっ、ー、と身寄りなしっていう形になるわけじゃんそうです、ね。離縁すると。で身寄りなしだったらそこに入れないかなって思ったけど、はい、そんなことはない。はい、からだからデメリットやっぱないからうん,うんもう変ならサイン自分でしちゃってもいいんじゃねえかなダメかなそのしょ、うん、証人二人。 その自,自分で書いていいいなら全然書書けけるんでですけど自分で書いてもう一つの方のサインは証人のサインは友達とかに書いてもらうとか筆跡変えるために。役場で聞いた時にで,、うん、あのできたら親以外の祖父母とか親戚とか親類の方がいいって言われて友人に。 相談してていいのかもかもわらんくってそれ電,電話であの役所もう一回電話かけて「あのうん、今祖父母もこういう感じで言ってるんですけどあのこれ友人でもいいんですか?」って聞いてみたら。わかりました、うん、で、うん、じゃあ例えば「うん、友人はダメですね」って言われたらまあ、えー、と正直説得できる、えー、と説得できなさそうなちょっと頑固なんでまあ変な話 えー、友人に代出してもらうような形でもいいんですかねこっそり教えてください。はい。うん。で、それで、まあ、筆跡鑑定とかまではしないですけどね。って言われたら、それは案に OK ですよって言われてるのと一緒だから。なるほど。うん。ありがとうございます。うん。って感じ。だから、そこは、えっ、ー、と、しちゃってもいいと思います。 でえっとはい、えー、離縁しても離縁して身寄りなしの人でもえっ、ー、と俺そこにいる人を知ってるから、はい、さっきあ,のあなたが4月から行くっていう場所聞いたじゃないですかはいうん。いるね<で> <laughs> よかった、うん、そうそれで身寄りなしであのー、そこにえっ、ー、と所属してる人を俺は知ってるんではい、うん、だからそこは 多分大丈夫と思うすよかったです、うん、ただ一つだけちょっと、はい、まだえっ、ー、と安心しきれない部分があって、はい、えっとお父さんと,結、えー、と再婚したのはあなたが中学3年生の時じゃないですか。はい、で中学3年生の時からえっ、ー、と何なんか、えー、と何日間か帰ってこなかったことないですかえっとあります。 えっと船の仕事しててうんえっとしばらく帰ってこなかったのであー、だとするともしかしたらそれがえー、と、あなたがお子さんの時だったからえっ、ー、と、はい、そういうお仕事っていうことにしてあるけれども実は警察に捕まってたっていう可能性はないことはないっす。え,え、でも、うん あのその船の写真送られてきたりしてって過去の写真送ってる可能性もあるしでおふくろがそれを、えー、とスマホはだって、えー、と預かられるわけだからそそう、うん、だからそれを、えー、とじゃあ,あの面会に行って母ちゃんがでその時にスマホをじゃあ渡してもらってっていう可能性はないこともないんで。 うんだからまあ犯罪歴があったりすると親族にねはいそれは多分調べて知ってると思うけど親族に犯罪歴があったりするとちょっと厳しい可能性がないことはないっていうだからまあそうねただえっ、ー、とそれ決まったのいつだっけえっと合格通知来たのですかうん、うん えっと、7月ですあだとするとたとえたぶんらくこの段階で今脳が出てないんだったらたぶん大丈夫と思うけどね。2か月前に、うん、そのバイト先とか家をうろうろしてるうん、うん、その人を存在をその見,つか見つけたのでああああだよね。大丈夫ですかね。 年内で多分決めてるはずだし、はい、うん23年内で決めてるだろうし今年明けてからっていうことは多分なさそうな気がするけどねだって変な話今、はい、じゃあ4年生じゃん、はい、?4 年生で今この段階で 脳ってきたら、就活もきび厳しくないっていう話だから、さすがにそんな人でなしなことはしないでしょっていう。<laughs> 常識的に考えた時にね。はい。そう。一般常識に照らし合わせた時に、ここのこの段階に来て脳は、もう就職浪人するしかなくなるやんっていう、<laughs> ことじゃん、はい、ってことはさすがにもっと脳を突きつけるんだったら、 もっと早めの段階でしてるはずだと思うんだよね。はいよかったです。多分だよ。多分ででも俺はこれは確定とは言えないよ。はい。だからあの下手に安心させることもできないし下手に不安がらせることもできないしって感じ。なんとも言えん。はい。そこまでは詳しくないって感じ俺も。まあだから流れとしてはそんな感じかな。 ななんとなくわかりましたはい、うん、やってみますおでえっ、ー、と一応これ俺アーカイブって毎回あの残してるからだから、はい、あの配信終わった後明日でもさあさってでもあのもう配信終わって5分後ぐらいには録画がもうアップロードされてるはずだから、はい、ツイキャスのアーカイブに、はい、それ、はい、あのもしわかんなかったらもう一回見返してもらえればって感じかな、はい、うんありがとうございますいいえそういうことっすなので うん。はい、なのでとりあえずあの離席はしちゃっていいっすよ。はい、うんって感じでします。うん、そんな感じです。ありがとうございます。いいえ、ちょっと明るくなってよかった。<laughs> 本当に、うん、もうすごい不安で。そう,、ね、うん。とりあえずちょっとこう。光は見えてきたかな？って感じ。ありがとうございます。うん、頑張りますいい。うん、あとちょっと頑張って。 じゃあそういういことですでまたあの自走に電話してそのなんか電話した結果また教えてはいあの、うん、ラインさせていただきます了解待ってます,いますはいありがとうございましたはいほいじゃねー失礼しますはいということでございましたいやーマジでマジでクソじじとクソババアだなマジでうん いやー地獄やね。マジで。まあでも、要素の環境で頑張ったわ。うん。まあだから、あのー、大学もどこか多分俺の中で分かったし。うん。そう。優秀、優秀。本当に。この子めちゃめちゃ優秀だわ。うん。要素の環境で、あのー、奨学金も取っとるしね。マジで。うん。本当に。 この子は優秀や。マジで。うん。まあ、本当になんとか、なんとか俺もしたいんで、絶対に。こんないい子をね、こんないい子の、あの、未来を、あの、曇らせるわけにはいかないんでね、大人として。うん。っていうことですかね。うんなんだってうん。なんだって,、うん、なんだってうん。は、っていう。優秀です。はい。優秀な、優秀な女の子でした。 いやまなんとかしてあげたいよね。マジでね。うん。で、まあちょっとまだ、まだそんなね、すぐ、すぐ決着するような話じゃないから、だからまだ、えっ、ー、と、しばらく継続でっていう感じにはなるんですけど、はい。あの、ちょっと今後何回か、あの、やりとりすることにはなると思いますし、うん。で、あの、乗りかかった船ですんで、僕最後までちゃんと面倒見ますんで、はい、っていうことですね。 と、うん、いうことでございます。なのでまた、あのー、次回もね、皆さんお付き合いください。はい。ということでございました。以上です。はい。相談に乗っていただきありがとうございます。早速弟と過去のことを書き出します。またご連絡させていただきます。まあそんな焦らなくていいよ。うん、焦らなくていいですよ。だからさっき今週中って言ったけど、あのー、そこを、まあね、1週間2週間、あのー、遅れたところで結果的にはそんなに変わんないから、そう。だからゆっくりでいいからね。 そうあ合間縫ってあの無理ない程度にって感じでうんはいっていうことでございますまあちょっとその書き出したりするのがちょっと辛い作業かもしんないけどうんっていうことですはいなので頑張ってくださいっていう、うん、で俺はできる限りのことはやりますんではいっていうことですかねはいっていうことですはいでまあ一応他にもなんか可能性ないかっていうのはあの配信会でもずっと考えとくからうん